はい、酒好きな俺の飲酒動画、やっていきましょう。今回は、9番スクリューという、簡単なラムの、ホワイトラムを使ったカクテルを作っていきたいと思います。ホワイトラムを 30ml でもいいし、45ml でもいいと書いてあります。とりあえずね、オレンジジュースのね、買ってきたんで、これを使いたいと。ね。オレンジジュースを適量ですね。加えて、はい。ステアして、完成。簡単ですね。はい。9番スクリューのベース、となるラムは、キューバで愛飲されている蒸留酒なので、キューバのスクリュードライバーの意味を込めて9番スクリューと名付けられたと。ラムオレンジとも呼ばれると書いてあります。うん。じゃあ、乾杯。うん、うまい。うまい。うん。シンプルで。うん。うん。うまいね。ふう。うん。まあ、ラムの、ね、香りが、ちょこっとする。けど、まあ、オレンジジュースの方がだいぶ、香りが強いんで。うん。ね。ラム。ラム酒か。最近ですね、アマゾンで、ライムジュースの、100% ライムジュースを買ったんで、うん。それもちょっと使いたいんですけど、うん。何かないかなと。フレッシュライム。フレッシュライムジュース。うあんまりないですね。フレッシュライムジュースを使ったカクテルは。うん。ぶっちゃけフレッシュライムジュースじゃなくても、フレッシュライムでもいいと思うんですけど。なぜかカクテルタイプというサイトの後、フレッシュライムとフレッシュライムジュースがあり、そしてさらにライムもあり。で、ライムジュースもある。一体どういう、あれなんだろうと。さらにライムシロップもあるという。全部で5種類もあるんですよ。一体何が違うの？
よくわかんない。それぞれに、ね、材料、ていうかカクテルが違うんで。うん。あ、ああ。そういえば、カシャーサ51俺買ったんだった。そういえば、忘れてたけど。うん。カシャーサ51買ったんですよ。そうそうそう。忘れていた。カシャーサ。カシ、サーシ。あった。カシャーサ51。まあ、有名なのがカイピリン。うん。これはちょっと作れないですね。ライムが必要なんで。ライムの、もう、ね。ライムをすりつぶすタイプのやつなんで、ちょっと作れない。てか、3つしかカクテルねえんだけど。カシャーサで作れるやつ。そのうち俺が作れるのは、カイピリーニャのみですね。あらまあ、これじゃ作れねえわ。とりあえずオレンジジュースで作れるカクテルをドカドカっと作っていこうかな。まあいっぱいあるんですけど、当然ながら。当然ながらオレンジジュースなんて、あ、まあ、アマレットとオレンジジュースでできますね。イタリアンスクリュードライバー。次これ作ろうと。うん。まあ、ということで飲み終わったんで。うん、まあ、これは、まあまあまあぐらいですか。そこまで。やっぱり、個人的にラムだったら、あれがうまいね。グレープフルーツジュースの、とラム酒のやつ。うん。がいいと思いますね。甘みはまあ普通にある。香り、まあ。まあまあまあ。まあおすすめ度は三つ星ってとこにしとくかな。うん。これを飲むんだったらグレープフルーツジュースを買って、なんだっけ、うん。ね。グレープフルーツを、この今作ったオレンジジュースをグレープフルーツにするのが一番美味しいかなと。3443となってます。まあ、ちょっとオレンジの香りが強すぎて、ラムの香りが死んでるかなと言った感じがするので、この結果です。はい。ということでご視聴、Thank you!